玉ちゃん入れた？玉。ありがとう。まるちゃん、何？相原登場だってね。セブンイレブン行くんだって。え、ペペロンちゃん、こんにちはって。いつもありがとう。え、こちら、もも、うん？もももちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイスおしたよ。ありがとうね。ありがとう。レブちゃん、相原お出かけ。うん。今日ね、セブンイレブンでね、携帯の電話なし行くんだって。携帯。うん。ね、信号に頼めばいいのに。あの子はね、ダメなのよ。自分のことしか。もうどっか行っちゃってるんよ、信号。どこにいるかわかんないの。ね。ね、そう。あれないね。自転車に乗って危ないよね。管ついてるからね。そうだね。あ、こちら。田中健さん。ナイスしました。ありがとうございます。ありがとう。あ、ペペロちゃん。なんださ。元気。何？うん？あれ？あれ？どっか行っちゃったで。うん。ご、あれ？だるまちゃん、先生お疲れ様です。って。ありがとう。先生って私先生じゃないよ。だるまちゃん、ナイスしておき。ナイスをしておきます。ありがとう。ありがとうね。イブちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイスしたよ。今日もヨセさん配信ね、見ますよって。ありがとう。ありがとうね、イブちゃん。いつもありがとう。こちら、まさぽよちゃん。ヨセさん、こんにちは。って、こんにちは。アイちゃん、ヨセさん、こんにちは。って、こんにちは、アイちゃん。ね。え、なんか言ったおじいさん。言わないよな。こちら、カオちゃん、ヨセさん、こんにちは。ナイスしたよ。ありがとうね。ありがとう。シーボちゃん、こんにちは。ナイスしたよ。みんなありがとう。ありがとうね。シーボちゃん。こちら、おきく一家さんも、ヨセさん。ありがとう。ありがとう。みほみほちゃん。いつもありがとう。ヨセさん、こんにちは。定期ナイスポチーッ。ありがとう。みほみほちゃん。ありがとうございます。いつもありがとうね。赤ちゃんもいつもありがとう。バーガープレゼントしたってありがとうね。赤ちゃんにもらっちゃう。あるいはありがとう。かわいいね、赤ちゃん。バーガーありがとう。ありがとうね。愛ちゃん、ナイスパチッ。ありがとうね。みんなナイス、ありがとうございます。ペペロちゃん、何？ペペロンちゃん、ヨシエさん、お化け見える人ですか？お化け見ない見ない。うん、お化け見たことねえよ。うん、人玉も見たことない。うん、人玉って本当にあるんだよね。うん、土葬の場合、雨降ると林が燃えるんよ。今火葬だから人玉見ないよ。お化けって見たことない。そう、存在するんかね。ね、うん、ありがとう。カイトチャンネルさん、こんにちは。ってこんにちは。あののんちゃん、いつもありがとうございます。ヨセさん、こんにちは。外はポカポカ天気ですね。そうですね、今日日が当たってるとあったかいですね。昨日があったかかったけどね。そうね、にゃんこ今外に出てね、あのおじいが出かけると私入れるんよ、じゃないから、入れてから行ってくれって。たまちゃん入れたって。うん、ありがとう。ありがとうね。こちら金のメガホン、ありがとうございます。ありがとうございます。甘いだかりさん、いつもありがとうございます。こんにちは。今日もよろしくお願いしますって。こちらこそよろしくね。ありがとう。こちら焼き芋、ありがとうございます。ありがとうございますね。ちえぼさん、アイテムパチパチってね。そうね、しんごいないのよ、もう。あかっぱまるちゃん、いつもありがとうございます。ご苦労さんですね。ヨセさん、こんにちは。ご飯食べましたか？うん、カッパマルちゃんさ、私ご飯食べないんだけど、ここにあるや、なんだっけ、すき焼き、うん、この肉をさ、昨日夜さ、古くなっちゃうから、もう一つ足しとんのよ。足してね。ほ、うん、いで、まだ肉あるのよ。肉を食べてね、うん、あとはね、うん、マルゲリータ、ここにあるマルゲリータでも食べようかなと思ってね。ご飯って食べると配信遅くなっちゃうんで、これ食べてさ、
肉を食べてね、そうなの。あ、おにぎりそこにあるんだけどね、おじいさんが今ね買ってきよう、何か買ってくるもあるかって言うからさ、うん、おじいさんの金だから悪いからあんまり言わないよ私ね、あの携帯払いった慎吾がも言ってやればいいのにね、うん、あの子言うず聞かないでしょ、うん、あいつ本人じゃ言いづらいから私が言ってやんないとね、うん、慎吾もういないんですよ起きたらね。で電話した、どこ行ってるんだってね場所言わないだろね、いい加減ねありがとうまるちゃんありがとう、今日は元気そうでよかったってねそう今日はね元気にしようかと思ってね、うちの中ゴロゴロかけた、髪の毛いっぱいだったよ、うんいろいろやってるんよこんなんでもね、だから1時半からやろうかなと思ったけどすぐ2時になっちゃうんだよね、ね、ありがとう、あ、じゅんちゃんいつもありがとう、あら消えちゃったごめんね、もふにゃんちゃんありがとうね、ようせいさんいつも優しいね、たまには甘えても良いのにねって、そうなんか欲しいもあるって言うからさ、別にね、うん、人のお金嫌じゃない、だから、うん、あ、ヨーグルトさん、ヨセさんこんにちは、ナイスしましたっていつもありがとうね、ヨーグルトね、ありがとうね、ほんと今日いい日ね、今日14度関東、うん、日が当たってるとね、うん、あったかいよね、うん、曇るとやっぱり寒いけどね、そう、たまちゃん廊下でねゴロゴロして、さっき私がね洗濯物下着洗ったのを取り込んだらたまちゃん出ちゃったからさ、これ初めてから入れるんよじゃないから、おじいさんに入れてもらって、たま今中へ入ってるって言うからね、そうありがとうありがとう、え、ペペロンちゃん、ヨセさん焼きそば好き、焼きそば好きだよ、うん、簡単でいいよねあれね、うん、美味しいよねたまにはね、そう、まだ焼きそば入ってたよ信号が買ったね、ちーぼーちゃんお肉食べてタンパク質取ってね、お薬も飲んでて、ありがとう、肉食べましたよね、あの早く食わないと傷んじゃうよね、そう昨日はね、今日白滝も入れた一人でね、うん、ありがとう、ノライモンさんナイスしました、ありがとう、ノライモンさん親父の面会に行ってきた、えらいね、うん、どうだった、お父さん喜んだでしょ、ノライモンさんね、親孝行だね、うん、今日は勤労感謝の日だもんね、お休みね皆さんね、うん、うちは父親が亡くなった日命日なのよね、慎吾さんなんか全然どうしようもない、うん、まいちゃんナイスポチってありがとうございます、ありがとう、あ、みかんちゃんこんにちはって初コメってありがとう、みかんちゃんいっぱいいるよ、3人いる、うん、初コメのみかんちゃんありがとうございます、よろしかったらナイスよろしくお願いします、のらいもんさんだいぶ息かけてるよ、え、生きかけてる、うん、お父さんいくつ、2月とか、ええ何、あ、ゆうなちゃんおやすみだねって、そうだね、あ、ルートさんいつもありがとう、よせさんこんにちはナイスポチってありがとう、あ、ルートさんのさサムネは変わってるからね目立つよ、ありがとう、ルートさんいつもありがとうございます、ありがとう、ノライモンさん今は2月とか言うし、あ、そうなん、じゃあボケちゃった頭が、うん、え、家に帰りたい言っていかん、そうなん、あ、81歳そうなん、81ならまだノライモンさん、あ、若いじゃん、うちの父は83だったよね、うん、
うちへ帰りたいって言うよね。確かにうちが一番いいもんね。そうだね、うちのね、まあ施設にいるとピンとずれるやろうなって。そうよね、自分のうちならね。うちの父親もさ、病院にいてさ、うちへ帰りたいって言ってさ、パジャマね、ベッドから脱いで飛び降りたんだって。ほいで頭ぶっちゃってさ、あの脳出血理由が、こっちの言うことわかるんだけど自分じゃ口が聞けない。かわいそうだったよ。行った時車椅子に縛り付けてあった、だからね、私がね、じいちゃん家に帰りたいって、って言うんだよね。今帰ろうねっつってね、妹の旦那がおんぶして玄関を下ろしたんだよ。ほいで静かにね、うちで寝てたんよね。ほいでね、一回だけおむつ替えた。あ、うちにいなかったからね。ほいで、あれ、お水飲ん、ごくごくお水飲んでさ、あの味噌汁もくれたんだよね。おじいちゃんが作ったね、畑で作ったやつ。ほいで食べてた。あの時私足悪くなかったからね。全然普通だったから。今じゃとてもじゃないけどね。おむつ替えてやれないよ。ね。ほいでさ、行ったらさ、あれ静かに寝てね、眠るように行っちゃったよ。声一つあげない。たまげたよ。行ってみたらさ、冷たいんだよね。だんだん冷たくなってさ。ねえ、たまげたよ。じいちゃんが死んじゃったっつって妹んち電話したら、早く医者に電話しろってね。ほいで先生がね、来てくれたんだよね。ほいで綺麗にね、拭いてくれてね、ひげも剃ってくれたんよ。ほいでね、そのひげ今私お守りに持ってる。おじいちゃんのひげ、あのね、ティッシュにこうくるんでさ、自分の大事なとこしまってるよ。そうよ、ね、ちょっとピントずれちゃったんだ、ドラえもんさんね。やっぱりうちがいいよね。あののちゃん泣けちゃうね、涙ってそうね、すごかったよね。ほいでね、お仕事場にも電話したよ、すぐね。あの、亡くなっちゃったから明日ずっとちょっと休ませてくださいってね。そう、前ね、休ませてくださいって言ったらね、怒られたんだよね。入院してたでしょ、おじいちゃん。毎日私行ってやったん、病院にね。またおじいちゃんがね、看護婦さんにね、うちのもんが誰も来ないって泣いてたみたい。だから行ってやったのよ。でもね、おかみさんがさ、仕事をするってことはそういうことじゃない。1時か2時出勤だったかな、いつもね。だから普通に来てくれって言われてさ、おじいちゃん泣いてたんだって。ほいで妹が代わりに行った、今度ね、遠いけどね。ほんで妹が行ってくれてね。ほんでおじいちゃん現に亡くなっちゃったでしょ。そうしたらおかみさんがね、分かったんじゃない、そんだけ大変だったっていうかね。そうよね、大変だったよ私もね。あ、でもさ、親が二人いてどっちかいればいいけどね、二人いなくなると大変よね。親の存在って大きいから、何もしなくても、ただね、あれだよね、生きててくれるだけですごい心強いですね、親ってね。すごいですよね。親亡くなっちゃったら今度自分でこの家回していかなくちゃだもんね。そういう覚悟はできてたけどね、私ね。おじいちゃんも言ってたよ、俺が死んだら固定資産で払えるかってね。じいちゃん大丈夫だよっつって、私はって言ってね、今もちゃんと払ってますよ。おむすびまるちゃん、よせいさん、お父さん、お母さん好きだもんねって。そうだよね、もうあれだもんね、
あの戒名も全部覚えてるし、亡くなった日も覚えてるよ。慎吾とか覚えてないと思うよ。今日おじいちゃんの命日だっていうのね、絶対覚えてないよ、うん、おばあちゃんはね5月なんだよ、うん、新緑の季節5月17日、うん、おじいちゃん勤労感謝の日、今日だから命日、うん、でも何もしてやれないんだよ。お水がカラカラだよ。私持ってくことできない。ね、慎吾なんか全然思ってないね、多分ね、かわいそうだよ。だから今日ねお菓子を2つあげてやろうと思ってね、あ2つ残ってた。でもおじいさん腹っぺらしで、前あげといたの食べちゃうんだよね。すごい食がいいんだね、おじいちゃん、今のおじいさんね。でも食がいいぐらいでいいけどね。そうだね、ドラえもんさん、俺はね、毒一人で回してるよって。そうだよね、一人で回してるね、ドラえもんさん。お母さん亡くなっちゃったもんね。そうだよね、働いてね、一生懸命回してるよね。わかるよ、わかる。ね、偉いよ、ドラえもんさん。ね、あれ言ってんだよね。あの施設で言ってんだよね。そうだよね、言ったもんね。ぐっすりみんさん、よたすけはどこですか。どこ電話かけたんだけどさ、わどこにいるんって言ったらさ、あのいる場所教えねえよ、夜には帰るからって、この一言ね、ムカつくんね、ムカつくよ。昨日料理作ったって片付けない、全然。まな板は自分で使ったって片付けない、嫌だよね、ああいうのね。慎吾も今後大変やろうなって。そうだよ、私いなくなったら大変だと思うよ、あの子。うん、片付けも全然できないしね、すごいよ。マケリンちゃん、慎吾お墓参り行ってくれないのかな。全然今日亡くなったつも知らないと思う、うん、全然命日なんか知らないよ、あの子。私はちゃんと覚えてるからね。10時頃亡くなった、今夜のね。母親は朝の10時、父親は夜の10時、似てるんね、2人ともね、うん、あちぼちゃん、ドラえもんさん強くて偉いね。本当だよね、うん、一人でちゃんと回してくってことはね、きちんとしてるからだよね。ドラえもんさん、慎吾、何、俺よりしっかりそう、うん、俺よりしっかり何してそうだけど、身の回りのことはしないみたいだね。そうだよ、全然だよ、うん、毎日が日曜でもあの部屋きれいになんないよ。そう、マキリンちゃん、ヨセさん、昨日慎吾に、いやいや明日が命日だからって言ってたよ。だから知ってると思うよ。本当？うん。知ってるかさ。ね。でもどっかに出かけちゃったりね。うん。ね、お菓子かなんか買ってあげてくれりゃいいけどね。誰もあげねえよ。コージさん、ヨセさん、こんにちはって、こんにちは。皆さん、ありがとう。あったかいね、今日もね、うん、あったかいよ。ドラえもんさん、俺は一人で部屋が汚いのは嫌だ。そうでしょ、そういう性格ならいいんだよ、ドラえもんさんね。男でも綺麗好きな人いるじゃんね。機長さん綺麗好きだよね。ララちゃん飼っててさ、ワンちゃんの面倒もよく見てるね、機長さんね。歯磨いてたよ、この間、ララちゃんの、うん、人の配信ね、違う人の配信私見てるからね、うん、マケリンちゃん、黙って行き先も言わず、そう、お墓参り行ってくれたら嬉しい、ね、そうね、そうしたらマケリンちゃん、天と地がブックルへ行っちゃって、私ぶったまげるよ、あの子がそんだけ気が利けばね。ね、ね、本当そうだよね。38だったらさ、親がこうに動けなかったら、そのぐらいな
気持ちあってほしいね。そうだね、マキリンちゃん。そうだよね。うん、ね、え、おむすびまるちゃん。私は髪の毛一本落ちてるのも嫌だ。笑う。私と同じ性格。そうですよ、まるちゃん。うん、本当だよね。わかる、わかる。うん、わかるよ、私。そういう性格。すっごいね、嫌な。これで物をこう置くじゃない。置くときさ、私ね、ラベルをね、ラベルを必ずこう前向けないと嫌。うん、何でもそう。前と後ろがあるでしょ。ほいでさ、こういうもの食べるとき、食べるとき、おじいさん、ビリーって破るから変なんなっちゃう。ほいで、ハサミできちんとしてね。ほいでね、ポップコーン食ってるんよ、おじいさん。ね、ほいで変な破り方してさ、ちゃんとさ、こうハサミで切ってさ、途中だったらちゃんとね、輪ゴムはめとく。私はそういう性格。いやね、ね、おじいさんね、ポップコーン食ってるね、今居酒屋に親って先祖あるの、今の自分です。そうです、本当ですよね。本当その通りですね。慎吾さんダメね、うん、こちら美味しい焼き芋ありがとうございます。あ、焼き芋ありがとうございます。ノライモンさん、俺も、あ、ごめんごめん。マキリンちゃん、可愛がってくれたおじいちゃん、おばあちゃんが大好きだって言ってたから、お墓参りやお仏壇に手を合わせてほしい。そうに言ってた。本当、うん、そうだよね、うん、そういう気持ちがあったらね、あの子手合わせたら見たことないよ。うん、だから言ったのよ。りんご、母ちゃん水あげられねえしって、水あげてやってよって言ったら、死んだ人にあげたって何もわからねえよって、何も食えねえんだよってな、ほんならいいんだってこう言ってよ私に。それはね、ダメだよね、うん、そう言ったね。ドラえもんさんね、だってさ、おじいさん言ってたんだよ、慎吾、じいちゃん長く生きられねえから、じいちゃんがいなくなったらね、これじいちゃんだと思ってね、時計買ってくれたんだよ、うん、あの時計ね。あそこまであのおじいさんやったのにさ、ドラえもんさん、山の上にあるからかな、墓がーって、うん、山ってもね、近いよ、あの裾だよ、裾、うん、こうちょっとね歩ってくとね、あの坂じゃないよ、あ、でもちょっと坂だな、うんと近いよ、うん、そう、マクリンちゃん、え、罰当たりだねって。そうだよね、うん、死んだ人になんかあげたって分かりやしねってこうに言ったよ、うん、ね、うん、ドラえもんさ、もっとね、平地に墓があったら楽なんだがねって。そうね、そりゃそうだね。ついじさん、そもそも妖精さん、仏壇の前片付けましょうって。片付けてる暇ないんだよ、誠治さん、わかる。夜私遅いよ、遅いとそこまで寝てなくちゃ、うん、あのね、暇がない、私には暇がない、うん、ネットやってるから。ナイスやらなければ暇はある、うん、ナイスってさ、あれだから、やらないとあれどんどん下がるからね。そう、わ、暇がないんだよ、本当のこと言ってね。そうね、暇がない、うん、配信より仏壇片付け優先じゃない。それはわかるけどね、あ、じゃあさ、あれじゃない、無理だよ私、だってデーでみんなやってもらってるんだね、おかしいねって。そうね、じいちゃんね、たぬき16号さん、ありがとう。なんだろうこれ、ありがとうね、たぬき16号さん。ハッピーアウェイ。
英語だからわかんねえな。マロちゃん、生きていくために稼がないといけないよね。そうです、マロちゃんの言う通りね、うん、そうだよ。私お金あったよ、いっぱい。あの子使ったんだよ、年金とか。だから大変なんだよ。ほいで土地を買えなくちゃでしょ、おじいちゃんの。そういうの先やって、それで植木屋さん頼んで、慎吾が部屋が段ボールいっぱいじゃん。あいの人に頼んでやんないと、段ボール外に出せないよ。ね、お金ってかかるよ、生活以外に。ね、あー、たぬき55、れいごうさん、よせさん、やっほーって、ありがとうございます。ありがとうね、たぬきさん。ありがとう。リトルみーちゃん、よせさん、こんにちはって。ナイスって、ありがとうございます。リトルみーちゃん、いつもありがとう。ありがとうね。せいじさん、何かせ、何何家の掃除できたら、仏壇の前ぐらい片付けられます。だって仏壇の前はさ、いろんな大切なもんがいっぱいだよ。うちの掃除はゴロゴロだよ。目立つとこゴロゴロかけない、普通ね。この人おかしいね、アンチだよ。ケツか、この人。ドラえもんさ、俺は仏壇きれいにしてるけど、仏壇の前から汚いからなんとかせなあなあって、分かってるけどさ、しまうとこないんだよ、物がいっぱいで。ね、ご先祖様に気にかけてくれるけど嬉しいと思いますよってね。たぬき霊号さん、今月ナイス、推しに来たよ。ありがとう。あ、今日もってありがとう。ありがとうね、たぬき霊号様。あ、今日もナイス、推しに来たよ。ありがとう。ありがとうね。のんのんちゃん、よせいさん。父母はよせいさんの幸せをそう願ってるから、何でも分かってますよ。そうだよね。そうだよ。よせいさん、見に来たよ。よろしくって。ありがとう。こちら、田中さん。ありがとうね。ドラえもんさん、うちの仏壇だって。そうなの。たぬき霊号さん。ありがとうねって。ありこちらこそ。こちらこそ、たぬき霊号さん。あゆみちゃん、7人の小人をプレゼントしたって。いつもありがとう。あゆみちゃん、ありがとうございます。ありがとう。たぬき霊号さん。パチパチありがとうね。みくりちゃん、何ちごさん、ごめん。のんのんちゃん、こびとちゃん、パチパチってね。うん、ね、田中さん、ナイスしたよ。ありがとうございます。ありがとう。前田かりさん、忙しかったり、体、思うように動かないといろいろしたくなって、ね、できないよね。ありがとうございます。こちら。焼き芋ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。たぬきれごさん、ごめんね。前田かりさん、小人さん、パチパチってね。あゆみちゃん、パチパチ。ぶりこさん、よせいさん、大好きだ。ありがとうございます。いつもありがとう、ぶりこさん。たぬきれごさん、よせいさん、風邪ひっちゃったのって。うん、ちょっとおかしいね、鼻がね、おかしいよね。起きた時は大丈夫だったんだけどね。そうね。えみくりちゃん、ナイスに来たよってね。書いた書いたってね。ありがとう、うん、あ、ありがとうね、ナイスね。えぶりこさん、あれ鼻声、涙ってね。あゆみちゃん、掃除したくてもできない、わかる人にはわかりますよ、よせさんって。そうね、仏壇ね、みんな私前がきれいにしたわよ。位牌から全部下ろして、今全然できない。だから目立つとこだけ拭いとく、奥は拭かないでね。そう、掃除したくもできない、わかる人にはわかる。ありがとうございます。ありがとう。こちらたぬき霊号さん、慎吾さん、ずっと適してたからな。
ってね。そうね、うん、ありがとうね、ドラえもんさん。まあ高齢だと掃除は難しいわな、慎吾がしないとってね。そうだよね、うん、プリコさん今日はお父様の命日おっしゃってましたね。はい、そうです、勤労感謝ね、そうだよ、うん、プリコさんね、そう10時頃亡くなった、うん、兄ちゃんあの子はずうずうしいよってね。平家さんこんにちはっていつもありがとうございます、ありがとうございますね。こちらみくりちゃん、信号から病気移ってないといいですね。ね、確かに高齢だと掃除きついね。そうね、うん、きついですよ。もう77になるんだよ。あと3年でさ80だよ。ちーぼさん、あいみさんの言う通り、わかる人にはきちんと座っているよ。だから大丈夫だって、うん、ありがとう。妖精さんってありがとう、ありがとうね。ドラえもんさん、何明後日、うん、11月25日三島由紀夫さんの命日。あ、よく覚えてるね。そうなん、うん、すごいね。25日だ、うん、三島由紀夫さん亡くなったよね。そうだね、うん、すごいね、よく覚えてる。たぬき霊王さん、食べるのはめっちゃ体力あるけどねって。そうね、そうよね、うん、昨日鬼は疲れ様めったって。そうね、ブーさん疲れたよ昨日、うん、庭に出てね、うん、たぬき霊王さんそうよねって。ほんとね、うん、ほんとだよ、疲れたよ、ね、うん、疲れるね、ね、ほんとね、ね、疲れたよ。これでも食うわ、ありがとう。前盛りさん、体あっちこっち痛くなってませんか。なりますよ、年、うん、取るとなるよね。そう、ほんとだよね、うん、若い頃なんて全然大丈夫だったけどね。そうですね、うん、焼き芋ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。でふわふわさん、妖精さん、今日昨日はお疲れ様です、ありがとう。まだ全然やりきってないけどね、もう疲れたから出ないよ、怖いもん。たぬき霊号さん、パチパチってね、たぬきレゴさん、あ、たぬきちさんだ、ごめんね、たぬきじゃなかったね、うん、ごめんね、たぬきちレゴさん、ピザポテト美味しいやつだって。そうよね、これ美味しいね、うん、みくりちゃん、マルゲリータあったっ、よかった。しんごさん、これ買ってきたんだよ、あったって、うん、怒った、うんと買いすぎだっていっぱいあった、うん、ね、あ、まあ、あゆみちゃんパチパチ、せいじさん昨日歩くの大変そうでしたねって、うん、大変でしたよね。ちーぼちゃん焼き芋めっちゃ VS だ。たぬきれいごうさん、なにたぬきちれいごうさん美味しそうねって、ありがとう、ありがとうね。肉食べたからこれでいいんじゃね。ご飯もあるんだけどさ、ここにおにぎりがね、おにぎり。えみくりちゃん、季節限定だからたくさん買いたくなる気持ちわかるかもってね。え、プーさん仕事で中野駅来てるってね、めっちゃってね、ありがとうね。ちょっと待ってね、鼻が出てきちゃったよ、鼻が寒いかさ、なんかさ気候が寒いかさ、あったかかったけどな、なんかー今ね鼻かむからね、鼻をね
ちょっと寒いって感じするな。ね。鼻が垂れるよ。いつも鼻垂れないんだけどさ。なんで鼻垂れるの？嫌なっちゃうな。なんか、寒いね。寒くなってきたね。みなち暖房入れてます？入れてないかな？どうだろう？ね。ちょっとね、ひき肉、あんまり物を食べないとね、風邪ひくわよね。ありがとう。冷房入れてますよ。そうなん、冷房を入れてます。ナイスパチーって。あゆみちゃん入れてる。ほんとふわふわちゃんも冷房入れてます。そうなん、ナイスポチってね。そうなん、あ、暖房ごめんね、間違えちゃった。たぬきちさん、冷房暖房で、そうだね、本当だね。甘い盛りさん、日中は消してる、夜だけ暖房入れてます。あ、そうですね。うちもね、結構そういう日が多い。夜中も入れる。私だって畳寝てるんだね。畳。新聞だね。汚くて眠れないよ、布団には。布団いっぱいあるんだけどさ、出したくねえんだよね。布団があるよ、いっぱい。でも部屋が散らかる。散らかっちゃうでしょ。仏様も散らかってるし、ね、また布団すいたら。長座布団もあるんだけどさ、ね、こちら、みおちさん、こんにちは。すき焼きどうでしたかって。美味しいですよ、まだいっぱい肉がある、肉焼いとかねえと傷んじゃうよね、多分ね。たぬきちさん、れいごさん、笑うってね、ほんとね。そんなにね、寒いって言うんじゃねえけど、ここもね、夜になるとつけるよ。夜中もつけっぱなし。私だって布団に眠れねえのよ。布団に寝られないからね、あのね、ご飯あんまり食わないときはこういうものをね、私あれ大丈夫、何でも食べるからね。全然食べないと困るけどね、こういうもん食べてればいいと思うよ、ね、ありがとうございます。で、こちらたぬきちさん、れいごさん、笑う、みおちさん、こんにちは。すき焼きどうでしたか。美味しかったです。たぬきちさん、れいごさん、よせよ、朗読とお話上手ですね。ありがとうございます。ありがとうね。カロリーポテトチップ様。ありがとう。カロリーさん。何？鼻毛ボーボー。毛穴で歌ってきたよ。鼻毛ボーボー。毛穴で。ポテト、何？ピザポテト買うのかってね。たぬきち、レゴさん。笑うってね、笑うよね、面白いね、うまいよねこれね、これね、たぬきちれいごさん、妖精さん、笑いに釣られたよって、笑うってね。カロリーさん、うまそうだって、ご飯食わないからね、これ食べて。みくりちゃん、吉井さん、笑顔が可愛らしい。ありがとうございます。ありがとうね。ポリンちゃん、今日もナイス、笑うって。ありがとうございます。ありがとう皆さん、ね、
妙中さん食べたくなるよね。とね、鼻毛ぼうぼう、ケアマネさん、お庭散歩行く、帰って行かないかな、うん、あそこ降りるんかおうとね、たぬきれいごうさん笑うってね、うん、うん、なんか寒くなったか、もっとも14度だよ、14度寒いね、ね、ね、それは寒いよってね、こっち14度ね、たぬきちれいごうさん、鼻毛ぼうぼうさん、なめとき、めっちゃ笑うねって笑うよね、面白いよね大きくいっか、サンキックちゃん、ヨセさん笑うってね、ありがとうね、ありがとうね、みおちさん、うん、竹で良い感じしてるのにね、鼻毛ぼうぼうでしたねって、そうだねで、カクピーさん、すき焼き美味しかったかいって、うん、ありがとう、うまかったよ、うん、ありがね、うん、でさ、最初食べた時は、うん、卵が入ってるから味が薄かったね、あと食べた時、卵つけないで食べたら濃いよ、うん、やっぱりね、卵で薄まるんだね、そうだねあみんかな、鼻毛ぼうぼうけやまねじゃ、鼻毛は俺だってね、うん、自分もありがとう、たぬきれいご、たぬきしれいご、自分もよせさんが笑っているね、変えてこようかなね、ごめんね、うん、寒いかもね、うん、カピーシキ、カピピーさん、アラマ引いたのね、そうかね、うん、うん、こうあーごめんね、こちら クロミちゃん、今日も慎吾くんパチンコかなってね、うん、どっか行ってんだよねごめんね、うん、みおちさん、ビッグモーターに、何除草剤巻いてもらいますかねってね、そうね、たぬきちれいごうさん、アクションってね、笑う、出るとめった出るね、ね、うん、どうすればいい、暖房じゃね、言える、たぬきちれいごうさん、うん、鼻毛むずむずしてるか、鼻毛ないよ私女に、うん、うん、たぬきしれいごうさん、めっちゃ、うん、あ、さわやかちゃん、ありがとう、消えちゃったよ、ごめんね、ごめんね、うん、かけぴーちゃん入れた方がいいよって、そう、みおきさん、だいぶこ寒いでしょうからねってね、はつ、うん、さん、よせさん、ナイスおっしゃる、今日も頑張ってって、ありがとうございます、うん、トゾロだよ、何食ってるんって、ありがとう、ハッチさん、風船、ニコ、ありがとう、ありがとう、前だからさ、ビッグモーター、そんなことあったね、今、ビッグモーター、どうなってるんだろうって、ありがとう、こちら、なんだっけ、焼き芋、焼き芋、ありがとう、ありがとう、ね、たぬきちれいごうさん、パチパチってね、うん、あんこちゃん、かわいいよって、ありがとう、ね、うん、うん、みよきさん、ピザポテト作ってるよって、うん、え、
作ってるんだね。食ってるようだね。うん、美味しいよ。うん、ピーコ、チーボちゃん焼き芋パチパチってね。うん、え、ひんちゃんこんにちは。お菓子美味しそうだってポチってありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ひんちゃんありがとう。こちら花毛ぼうぼう毛山姉さん芋焼き、焼き芋パチパチってね、ありがとう、ありがとうね、ありがとうね、本当寒いな、言えるかね、寒いやね、おじいさん遅いね。おじいさん遅い。ね。ちぼさん、普通のピザバトよりマルゲリータの方が美味しいって。そうね。うん、あの、ほえぐえぐえ。びっくりさん、昨日は年だって、顔のむくみ取れてよかったって。ほんと、うん、ありがとう。みおちさん、寒いので。アルさんの歌を歌おうって、うん、ね、この声で歌えねえべ、この声じゃ歌える、うん、鼻声だね、うん、ね、うん、これうまいね、でもね、うん、うまいよ、ね、うん、うん、昨日むくみがあった、大ごとだったんだよね、うん、足痛かったもんね、うん、今日はね痛くねえやな、そんなに、うん、ありがとうね、あるさんの歌、声がね、うん、これで歌うとはないでしょ、うん、鼻声だよね、うん、ほらすごい鼻声ね、うん、どうしていいかわかんねえね、うん、あ、みーまちゃんこんにちはっていつもありがとう、ようせいさんってありがとうね、みーまちゃんありがとうね、うん、いつもありがとう、ふわっちメガホンありがとう、みーまちゃん金のメガホン2個ありがとうございます、ありがとう、みーまちゃんありがとうございます、こちらこそありがとう、ありがとうね、ね、鼻声ですね、そうなんです、みーまちゃんハクション出るしね、そうね、ね、ご飯食わないからこういうの食べてるね、うん、鼻声で、ね、うん、アクションも出さね、暖房入れた方がいいのかなね、うん、おかず寒いもんね、うん、シンゴさんなんかどこ行ってんだか知らねえよな、ありがとう、プズコさん、うん、朝がかしてくださいって、ありがとうございます、ありがとうね、うん、昨日のがあったかかったのかな、昨日はつけなく、あ、外入れてたね、うん、昨日外だよね、みおちさん、シンゴさん、山岡やかなってね、うん、ご飯食い行ったのかな、まだあるのにね、ここにね、カレーも残ってるよ、うん、毎日火入れてるね、毎
まったく鼻水が垂れるよ。嫌なっちゃうね。ちょっと寒いな。おじいさんずいぶん遅いな。暖房入れてないのって入れてない。そう、うん、風邪かな。あったかい服いいですね。でそうね、うん、うん、ガラ86さんこんにちはって、何、2回トシヒロさんレトロッチメガホン参考ありがとう、ありがとう、うん、2回トシアキ様ありがとうございます、初コメってありがとう、よろしかったらナイスよろしくお願いします、2回トシアキトシヒロさんトシヒロ様ありがとう、ありがとう、みおちさんおじいさんどこ行ったんだよ、おじいさん自分の携帯払いった、セブンイレブン、セブンイレブンまでね、慎吾に払ってもらえばいいのにね、お金やればね、自転車で行っただよ、あゆみちゃんあゆてナイスパチパチってありがとうございます、ありがとう、みおちさん携帯とか持ってたんだって、うん、おじいさん持ってる、うん、スマートフォンじゃないよ、うん、昔のほら押すやつね、二階俊明ひろさん慎吾どこ行ったのかねって、うん、電話したんだよね、そしたらね場所は言わない、今夜帰るって言っただけ、うん、夕方には帰るってこう言っただけよ、ね、だからさ起きたらいないからね、うん、どうしたんかなと思ったんよね、うん、そうでしょ、うん、自分のことしか考えてないよ、ダメだよ、ねえカリさん、パチンコですかね、うん、どうかな、みよってさ出てよどんどん言うのでできましたってね、出てってよどんどん言うのでできま、で出てきましたってね、うんうん、寒いな、おじさんが、ゆかりさん一部の食は行ったんじゃないかなって、うん、食は行かないよ、うん、違うそこだよ、うん、働かないでしょ、ね、うん、誰か暖房入れる、うん、こちら奥ちゃんこんにちはってナイスしましたって、いつもありがとう、うん、奥ちゃんいいねありがとう、いいねありがとうね、ありがとう、うん、あゆみちゃん暖房入れた方がいいですよ、本当、うん、入れる、うん、ちょっと寒いね、16度、うん、あれで、うん、ちょっと入れる感じ、どこで、おにぎりが一つあるんだ、ここに、うん、よいしょ、
しみ、まあ、からし明太子なんつうがあるね。なにこれ、かつおだしに、なに、暖房。23度になってる。いいかこれで。このおにぎり何？か何漬け込み、かつおだしに何焼き、あ味だしだって昆布だしって何だろうこれ。おにぎりよ。おにぎり食べる？どうだろう。おにぎり食べたら食いすぎねえかさ、うん、からし明太子だからおじいさん食わねえよ。からし明太子は食べないね絶対。よいしょ、食べるかご飯類を。ね、私あんまりご飯類食わないんだよ。救急車誰？やだね、やだね、ああいう音聞くとね。おじさんじゃねえべな、ふっくらげたんじゃねえべな。今おせいな帰ってくるんだ。どうしたのおじいさん。おじいさん遅いね。ありがとう。こちらメガホンパチパチって、ありがとう、ピアちゃん、ヨセさん、リンゴさん、マイコープラス、ハイエン、映ったねって、そうじゃないよこれ。レグちゃん、おじい遅いね。ミョッチさん、シンゴも、失礼ないってね。鼻毛ボーボー、ケアマネージャーさん、おむすび食うべかって198円だって、22日まで昨日の期限、うん、ね、うん、30% オフだって、うん、おむすび、ね、198円だって、それが30円引きだって、うん、138円。からし明太子、おじいさん今度食わねえから。からし明太子はね、明太子きれいなんだよね。あ、寒くなってきたな。今日寒くなってきた。ご飯と炒めてれば結構お腹いっぱいになるんだけどね。いや、よいしょ、食べる感じだね。これじゃ食いすぎだな、やだな。よいしょ、からし明太子はね、どうりでおじいさん食わないと思った。190円くらいも高いね、高いね。フライを飲んで、ゆずにとってくだって、ありがとうございます。ありがとう、ね。よいしょ、でかいな。値段がいいから、でかいよ。昨日までってある。ね。これ。ね、でかいね。食ってみる。うん。まあまあ、うまいね。うん、長田でお味噌汁ないの？あるよ、ある。琴音ちゃん、こんにちは。なんて、
とちですって、ありがとう、ありがとうね、飲んだらスープはってね、うん、あ、ピアちゃん、うん、飲んだらってね、天下無敵、何なんだい、ケーキものです、こんにちは、ナイス押しときましたよって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね。おじいさん帰ってきたのかさ、まあまあうまいで、これはまあまあうまいよ、まあまあうまい、声低いから、あれ、あれなのかな、でね、そうだね、うん、ありがとう、帰ってきたな、帰ってきた、ね、帰ってきたよ、腹いってきたね、ね、まあまあうまいでこれ、あ、行ってきた、うん、マラちゃん、よしね。大丈夫です。なんか来た。セブン高いかな。セブンは一つで買ってね。あと今始まってきた。始まってきた。ピアちゃん、寒い中。なんか怒っただよ。なんかいっぱい買ってきた。信号みたいに笑うってね。離れぼうぼうのケアマネージャーさん。おばあちゃん、助かるってね。ピアちゃん、薄着だねってね。うまいこれね、すごいね、ありがとう、温かくしてくださいって、ありがとうね、まさきちゃん鼻声だねの、風邪ひいたみてね、ひらちゃん水分取ってくださいって、ありがとうね、ありがとうね、何か来たの、何をいろいろ買って、味噌ポテトなかった？今言ったって買わないよお前。行く前そういうこと言うんだよ。あ、そうか。だってセブンイレブン行くったからフジマート行くとは思わねえ。ねえ。ひかりさん、シンゴのマイクをプラス映ったんじゃないかね。ね。ね。多分ね。そんな重病人じゃないよ私、いつもね、声はね、治るんだこれで、まさしちゃん鼻声だねってね、みんなの病院入院したら帰ってこい、何よ、はい、ひかりちゃん、あれ私じゃん、これ。やだね。なにこれ。やだね。うん。まさしさん。よし。早くしてな。おにぎり買ってた、買ってこないよ、あゆみちゃん、ご生さん冬でも素足ですか、はい、そうです、まさしさんセクシーじゃねえか、ほらね、
まかったこれ、うん、やっぱり竹だけあるな、竹と違うっておにぎり高いね、190いくら高いだよ、おにぎりじゃ。ね、マック買ってきたの。マック買わないわよ。ね、あっちもハクションしてるじゃん。私もハクションだよ。曇ったから寒いんだよ。もっと強くする。暖房。ね、暖房あぐー笑う、え、くっついてる、え、ご飯粒くっついてた、ありがとうね、おかー寒いから部屋が、ね、配信できたらいいの、取れたよって、ありがとう、明日怒ったか、今少し暖かくしてやるわ、寒いでしょ、あ、寒いよ今日は、暖房入れるか、曇っちゃったよ、曇ったから暖房入れるわ、暖房入れとこうね、暖房ね、何これ、いて、ああ、暖房か、寒いな。寒いね、今日寒いな、あ、すごいな、あれ、お茶どこ行ったや、間違ってるわ、片付けなきゃしょうがなかんべよ、いろんなもの置いといて、どうせもねえな、だから何も片付けられねえな、くずってやろうは、おくずってはどうせもねえよ、くそじじくそじじよた、ダメなんだよな、こういうの置きっぱれじゃん、置きっぱれじゃダメだってよ、なんでもよ、江戸じじい、なに、服着替えてんの、置き方がまじいんだよ、これじゃもっときちんと置かないと、いいよ、私がやるから、うるせえな。もっときちんと置けば、面積が広がるんだよ。頭使って置かなくちゃ。なんでもダメなんてよ。頭使ってねえや、どうしようねえや、置き方よ、なんでもな、置き方きちんと置けばな、結構大丈夫なんだよ、人生、何杯入れたかんね、網や、はあ、
だよ、はよじゃねえよ。あー寒い、寒いね、寒いからさ、サイラよめやめるか、寒いよ、サイラは寒いよね、あれのがいいやな、なんだっけ、サイラよりあれのがいいでしょね、コーヒーのがいいな、あったかいコーヒーね、コーヒーがいいね、ありがとう、こんにちは、ありがとうございます、あゆみちゃん、ありがとう、ちょっと待ってくださいね、ここね、ありがとうね、ああちょっと待って、ね、寒くなったね、急に、急に寒いね、まさしさん、よっしゃーってまた、よっしゃーってな、ドジジクソージジってな、ダメだろうね、しらかしベーベーちゃん、しらかしといちゃダメなんだよ、この世はこのなくでしらかしといちゃダメだ、ダメだってよ、よし、しらかすの嫌いだからね、私はね片付けないねんだよ、なかなかね、おじいさん腹すらしてるから、どうしようね、私なんかそんなご飯食わねえの、腹っぺだしじゃないから、私腹っぺだしじゃない、ああなんか今日寒くなったな、16度ってあったけどちょっと寒いな、ね、みんなやりっぱねだからダメだ、何をやっても、ギタギタよ、すごいね、ギタギタ、恐ろしい、自分で使ったもの洗わねえかんね、2人とも絶対ダメだ、こういう人は絶対洗わねえから、この2人は自分でやったことは食うけどね、みんな置きっぱで、ね、カウンターで置きっぱなし、ね、そうそうね、ああ、おやなっちゃな、みんなが食ったもの全部片付けんだよな、私は、かわいそうだよ、ギタギタ、いやだね、ギタギタよ、手がベトベト、おいで洗わないから、おなんかで洗っちゃいけないやね、やだってな、風ないな、これ風、何も片付けねえんだからよ、この人たちは、食えば食いっぱれ、あとはテレビ館長で終わりだよ、毎日、一応男は楽するうちだから、わかる、私だけよ、一生懸命やってんの、何でも、ああ。うん、そうここもね、ブクブクね、流れないけど、しょうがねえ、やってる暇ねえんだもん、私、あー疲れんね、まいったな、これでいいでしょ、もうしょうがないもんね、まだ薬飲んでねえんだ、こっちは、ありがとうございますね、もうサイラはいいよね、寒いよね、ああ寒いね、サイラもいいや、私
サイダー、コーヒーがいいやん。100個もいらねえやん。コーヒーだよ。コーヒー飲めばいいや。サイダーは後回しだ。ね、鼻がむくっちゃうもん、これね、寒くて。これは、うちあるんだな。ありがとう。年1年も使うなっての。1年も使うな。何おじいさん、何やってんの。やだね。うん、よし。ようじゃねえな、人の片付け目して生きるっていうのは。つらいだよ。つらいよ。自分で食ったもん、自分で買ったらいけないのかね、みんなね。私全部やってんだけどさ、頭おかしくなるね。嘘じゃないよ、ね。ありがとうございますね。おじさん弁当買ってきたからよ。おじいさん弁当行って買ってきて、自分の弁当。自分の弁当行って買ってきたから。私ね、ああコーヒー飲んべ、コーヒーでいいや、疲れない。コーヒーがうまいね、コーヒー最高だよ。コーヒー飲んで頑張るかね。もうコーヒーでいいや、めんどくせえや、寒くて。急に寒くなったまっちゃうね、これじゃね。もうコーヒーでいいわ。残ったもん食わねえと悪くなっちゃうね。カレーとかみんな悪くしないように食べないと。なんでもさ、ね。よいしょ。あ、コーヒー飲みます。もうサイダーはいいや。サイダーはいいよ。ありがとう。ありがとうね、マサシさん。ドアップって、ありがとう。ヒロさん、ヨセさん。お疲れ様。昨日の海は、そうで。大変やったねって、そうなのよね、うん、ありがとうね、うん、ありがとう、うん、ありがとうございますね、うん、おコーヒー飲みますね、うん、おコーヒー。あ、あゆみちゃん仕事行きます、またね、ありがとう、ありがとう、お疲れ様ね、もうそんなお時間ね、ありがとう。こちら7人の小人プレゼントって、ありがとうございます、ありがとうございますね。お疲れ様ですね、お仕事頑張ってください、ありがとうございます、ありがとう。花でぼうぼうケアマネージャー様、おコーヒーって、チーボさん、小人ちゃん、パチパチってね、うん、みおちさん、すれば何、うん、庭掃除どうなりましたかってね、うん、庭掃除、うん、頑張ったわよね、ありがとう、頑張った、ありがとうね、ありがとう。ワンちゃん鼻でボーボー、面白い名前だ、本当面白いね、お笑うよね、うん、笑うだよね。こちらまさしさん、よし、ありがとう、ありがとうね。これ立てねえんだよ、おばあは。おばあは
ちょっとね、薬飲むからね。薬飲みます。薬忘れると困るからね。ありがとうね。ありがとう。よし。血が、ボボが痛いといいのにってね。そうね。血がボボもいるの。いないでしょ。ありがとう。ちょっと今ね、薬飲むからね。薬飲むとき真剣よ、ね、真剣にしないとダメなんだよ、ね、薬は真剣、ね、よいしょ。まず胃薬を飲んで、もう薬飲まないと気が利かねえな。やだっちゃうな。薬なんか飲みたくねえな。年取るとこうなるんだな。ひどいな。薬になんだっけ、血を増やす薬、血を増やす薬、あとはさ、血圧、あ、ほら、これ3つなんだよ、これで。ああ、良いじゃない。自分の体を元戻そうさ。良いじゃねえな。いひいて、いくまー、つらいよ。あ、ちたまちゃん、よせいさん。今日は髪型ね、木の下、前、みたいですね。そうなんですか？木の下前って、誰ですか？若い人？本当、木下真由って似てる。ありがとうね。ぐらい、くらーき、今、あだよって。あ、そうか。木下、ラッキーって、そうなの。知らねえよ、若い人。若い人でしょ。知らねえな。どんな人だか、知らねえな。ありがとう。こう痛み止め、ね、痛み止め一つ飲むよ、ね、炎症しは抑えるっていうからさ、いくらか飲めば違うでしょ、ね、早く炎症抑えてもらわねえと困るよ。普通に歩けたらね、いいわよ、ね、ありがとう。飲みますよ。ありがとう。どういうドド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 ドって何ですか、この人。施設に入るのはいつだ。この人アンチなんだよね。いるね。するね。うん。あ、昼寝するの、まさしさん。うん。ゆっくり寝てね。ありがとう。ありがとうね。お昼寝好き、いいわね。私もお昼寝したいわよ。ありがとう。眠くなってきたって、そうなん。眠くなるよね。私も眠いよ。ありがとうね。ありがとうございますね。まずさ、今胃薬飲んだ、胃をやられないようにね。次はね、血圧、あとは朝なんだっけ、これは鉄分。鉄分ね。あとは痛み止め。口くさ。何？
口臭い馬刺しだって。何え、どういうドドドドドドーン、口臭い馬刺しって何だろう。何うん、ありがとうね、全部飲み切った、うんうん、飲み切った、ありがとう、ありがとうね。カレー臭すごいすごい、まさしあげてるし、え？いや、何すごいよ、まさし、まさしさん、加齢臭ないよ、若いで、まだ若いよ、加齢臭ないですよ、ね、まさしって誰？ってみおちさん、うん、リスナーさんだよ。ドドドドドドするけど、ほらそんなわけねえだろ、え、嘘、くせえよ、まほんとほんとの話、まさしさんこんな年だった、50いくつ、寝てないんかい、寝てないんか、まさし臭いからって、まさ嘘ついてついてるでしょ、まさしってどうなの、本当に嘘なの、まさ嘘じゃないと思ってね、ほら嘘じゃないよ、ね、どう50いくつ、初めて聞いたんだよ、早く寝ろよ、嘘つき、まさしってどうした、今日まさしさん随分リスナーさんにやられてるな、ね、うん、これあげてくんね、悪いけど、この鍋、うん、鍋よ鍋よ、口臭いよ、まさしって、嘘、まさしさん若いんだね、まだ怖いってね、なんでまさしさん攻撃されてるの今日はね、今日攻撃、いや、わかんないよね、うん、本当みんなに攻撃されてるだよ、まさしさん、どうした、ね、まさしが嘘つきだから、でそうなの、どうすれ無職のかわいそうなおちゃんとかだろうって、うん、嘘つきは嫌われるよ、え、嘘は泥棒の始まりだよ、え、どどどど嘘つくな、まさし、どうした、え、開示請求案件ですね、噛みつくなよ、まさし、どうした、まさし嘘つきました、え、
嘘本当どうしたん どっちが本当のこと口臭いからって ドド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 まさしーちゃんどうしたこれもうここにはいられいませんさようならってやったーってどうなのどうしたん面白いなふざけんなマジでって聞いたどうぞ。